女性のあの腰とか足のライン好きなんですよ。あ、それがフェチです、ね、女性ならではのその骨格というか。<ー>が、なんか、美しいラインだな。みたいなコカコーラの瓶はそれを、こう、模したという。ええ、そうそうそう。えー、俺フェチなんだろう。えー、何フェチ?。昔はね、方言フェチだったんですよね。あ,あ、ちょっとわかります。まあ、あのー、京都だったり、博多だったりとかね、聞きなれない。きゅんとしますよ、ね。きゅんとするとか。 肌,肌が綺麗な人はんで二回言ったんだろう肌肌ってなんで2回言ったんだろ <laughs> <laughs> 大事なことだから肌が綺麗な人はやっぱ「はあ」ってなっちゃいますねやっぱいろいろフェチってありますねえ作家さんは何フェチなんですか膝裏膝裏随分コアなそうちょっとなんかプロを感じる意見ですね膝裏まあ春組のねあの畑野くんはですね あの、ストッキングフェチだったんですよ。<laughs> そうなんだ。もうね、あの、ちょっとご結婚されたから言いづらいところあるんですけども、あのー、80デニールという。あ、もう、指定の。指定の厚さがあって、俺は、もう畑野くんのおかげで、そのデニールという単位を初めて知りました。<laughs> だから、あの、普段は、こう、膝が見えないぐらいの厚めの、 あのー、ストッキングなのにこう椅子に座った時に膝が曲がった時にそこがちょっとだけ微妙に肌色が見えるのがたまらないらしいです <laughs> <laughs> 上級者上級者,上級者ですねトもうちの作家も上級者ですね,ねちょっと俺らちょっと普通すぎますねちょっと考えていこうはい、はい